1号艇君島選手です。さあ優勝戦まで来ました。ここまで振り返って今節いかがでしょうか。いい足してます、はい、転した53号機ある程度もらった時から手応えというのはありましたか。そうですね、もう前件から体感良かったんでいいのかなと思ってました。出足型という感じですか。そうですね、直線はそんなに変わらないですけど出足はかなり状態だと思います。今日はちょっとコンディション変わってますけれども優勝戦までの調整いかがでしょうか。そうですね、いいエンジンなんであんまり調整もいらないんで、はい、大丈夫だと思います。今節スタートここまでいかがでしょうか。ちょっとスタートはちょっとこわごわいってるのでしっかり見えてるとは言えないですね。昨日の、大体一定心も様子見ながらという一定心はしっかりいけるんですけど、ちょっとそれ以上のところ行きたいのでちょっと1号じゃ昨日は遅かったかなと思います。もうちょっと頑張っていければエンジンが持ってくれそうな。そうですね、先に回れば、はい、さあ優勝戦1号艇になりました。最後ファンの皆様へ向けてお願いします。久しぶりなんで優勝できるよう頑張りますんで応援のほどよろしくお願いします。2号艇鈴木選手です。まずは優勝戦まで来ました。今節ここまで振り返っていかがでしょうか。そうですね、なんかちょっと自分のターンがちょっとうまくいってないレースとかは結構あるんですけど、ターン周りは比較的いい部類なので、そこでなんとか着は拾えてるかなという感じです。エンジン的にはまず待つという感じですか。いやちょっと伸びに関しては終始ちょっと、服部君とかとずっと足合わせしてるんですけど、勝ったことが一度もないので、エンジン的にはなんか伸びの物足りなさを感じてます。今日の優勝戦、枠考えてその伸びつけるかあるいは出足強化というか。出足はいい感じで来るペラは分かったんで今日は今から本体整備して少しでも直線がもう少し良くなるようにとやります。さあ今節ここまでスタートいかがでしょうか。スタートは本当に徳山は難しいんで無理のない範囲で行ってる感じですね。さあ優勝戦は2号艇です。レースのイメージとしてはいかがでしょうか。そうですね、もう本当最近にコースからあんまりいい感じのターンができてないんで今日は優勝というよりは一つ課題を持って、はい、うまくツボにはまったら優勝できるかなという感じで頑張りたいと思います。では最後優勝戦抜けたの意気込みをお願いします。はい、頑張ります。3号艇服部選手です。昨日準優勝戦、トップスタートで差し切る展開でしたけれども振り返っていかがでしたか。良かったと思います。エンジンの仕上がりとしてはここまで乗っていかがでしょうか。ちょっと伸び寄りですけど手前のバランスも取れてきて良くなっていると思います。優勝戦に向けてはどうでしょう。今日の枠考えてもう一調整あるいは、今日コンディションも変わってますけれども、ちょっと乗ってからいろいろ考えたいんですけどもう少し出足欲しいかなっていう気がします、はい、伸びより出足寄りにという出足にちょっとシフトをさせていけたらいいかなって思います。さあ今節ここまでスタートいかがでしょうか。ちょっとつかめてないです、はい、昨日のゼロ台もちょっとそんな感じでしたか。多分そんなもんかなと思って行ってそういう感じだったんですけど、ちょっと思ったより届いてないのが多いですね、はい。さあ優勝戦は3号艇になりました、愛知で並びましたが、はい、いかがでしょうか。まくりかまくり差しかうまくいければいいかなと思います。では最後優勝戦へ向けてお願いします。優勝できるように頑張ります。4号艇山谷選手です。今回転した45号機今回が初優勝のモーターですけれども、はい、今節の仕上がりはいかがでしょうか。そうですね、成績通りいい感触です、はい、もらった時序盤から手応えというのはありましたか。そうですね、前件から、はい、もういい動きしてたんで勝率はないんですけれども近況4節ぐらいですかすごくいい動きしてたらしいんでもうそのまんまの流れで、はい、今節も来てます。昨日まで走って具体的に特徴などどうでしょう。どうですかね、ちょっと回転が足らないなと思った時はやっぱりストレートに寄ったりちょっと回ってるなっていう時は手前側がしっかりするので、いい意味での反応はしっかりあると思います。今日は少しコンディションも変わりましたんで優勝戦に向けてはどのあたり重視してという。そうですね、ちょっと湿度が高いんでしっかり優勝戦までに合わせていけたらいいなと思ってます、はい。
今節ここまでスタートはいかがでしょうか。そこら辺に関しても足がしっかり、まあ、行き足ですかねしているので、割と、はい、ある程度のところまでは踏み込めていると思います。さあ優勝戦は4号艇になりました、はい。まあ、角想定となるとレースのイメージとしてはいかがでしょうか。そうですね、まあ、なんか出し抜くようなスタートとか、一気に締めていけるような伸びはないと思うんで、まあ、でも展開はつける足はあるんじゃないかなと思います。はい、では最後優勝戦向けてファンの皆様にお願いします。はい、精一杯、いいレースをお見せできるように頑張りますんで、船券狙ってみてください。5号艇樋口選手です。まずは優勝戦まで来ました。今節エンジンの仕上がり具合ここまでいかがでしょうか。本当波足ですね、はい。ここ最近この50号機転した選手もなんかそんなような感じでやや苦労もしていたようなんですが、そうですね、前走がまあ地元の前野君なんで、まあ、信頼してノーハンマーです、はい。具体的には特徴などどうでしょう、何かありますか。まあ、着が取れてるんでひょっとしたら出足はいいのかもしれないですね、はい。ちょっと今日はコンディション変わりました。優勝戦に向けて調整いかがでしょう。もう何もやらないです、はい。今節スタートここまでいかがでしょうか。徳山難しいんで、まあ、自分的には、まあ、突っ込めてないんですけどちょっとサバ読むのも怖いんで、まあ、この程度で、まあ、一定心ぐらいなんとなくというところですか。そうですね、あんま早いのはちょっといけないですね、はい。さあ優勝戦は5号艇になりました。ちょっと外も伸びそうな感じですけれども、はい、いかがでしょうか。そうですね、坂本君相手にひょっとしたら持たないかもしれないんですけど、まあ、枠なりで、はい。では最後優勝戦向けてお願いします。無事故で頑張ります。応援お願いします。6号艇坂本選手です。昨日準優勝戦見事な追い上げというレースでしたが、振り返っていかがでしたか。良かったですね、はい、運が良かったです、はい。ただ昨日準優勝戦チルト 0.5 これ上げたのが良かったというところなんでしょうか。それもあると思うんですけど、まあ、調整がたまたま、はい、かかりとかが来てくれたんで、はい、良かったと思います。昨日は全ての足がいい方向に向かったというところでしたか。いや、伸び寄りにしていこうと思ってたんですけど、全然追えんかったなって感じだったんで、まあ、でもたまたまそこでかかりが来てくれたかなと思います。はい、今日はまたちょっとコンディションも変わってますけれども、今日の調整どうお考えでしょうか。昨日の感じでいきたいとは思うんですけど、そこに合わせたいと思います。はい、さあ今節ここまでスタートいかがでしょうか。スタートは分からないです、はい。まあ、昨日の準優勝戦含めて2走とも一定心のタイミングでしたけれども、これはいかがでしたか。まあ、一定心いければって感じはしますけど、はい、気持ち的にはもうちょっと早く行きたい。いや、見え方が怖いんでちょっとその辺は分からないです、はい。さあ優勝戦は6号艇になります。まあ、昨日のレース見て楽しみにしているファンの方も多いと思いますが、いかがでしょうか。はいはいはい、では最後優勝戦向けてお願いします。はい、頑張ります。